それは君だって同じでしょ。一番動き回ってたのは誰だっけ。そうですよ、ここ数日働き詰めじゃありませんか。本番前に倒れたりしないでくださいね、先輩。そもそも倒れちゃダメ。ちゃんと栄養のあるものを食べてゆっくり寝ないとダメだよ。じゃあ私が何か栄養のあるものを作りましょうか。眠りすぎて明日遅刻しないでくださいね。その心配はむしろかなちゃんに対してするべきでは。大丈夫だよ、ライブの日はお寝坊したことないんだから。それに明日は特別だしね。いや、集まったというか、なんとなく外の空気が吸いたくなってここに来たらみんながいてさ。顔がほてっちゃって冷やしに来たらみんながいた。特に何も言ってないのに自然に集まっちゃいました。君だってなんでわざわざ屋上に。みんな一緒だね。引きつけ合う何かがあるのかもしれませんね。これで歩ちゃんが来たら全員揃うね。ここまで来たらコンプリートを目指したいです。狙って達成できるものでもないでしょ。でも私なんとなく歩ちゃんも来るような気がする。ええ、私もそう思います。あ、やっぱりみんなここに集まってたんだ。本当に揃った。私たちチームワークバッチリだね。え、何の話。あ、しおりこちゃん、そんなところにいないでこっちこっち。あ、はい。しかし、やはり私はお邪魔じゃないですか。そんなことを言わないでください。しおりこさんも大切な仲間なんですから。いいえ、ここまで来られたのはあなた方みんなが諦めずに志を貫いたからです。お、しおこも分かってきたじゃん。確かにかすみん頑張ったもんね。こんなに頑張ったのって初めてかも。カスカスはベソベソしながらも勉強頑張ったもんね。ベソベソしてないし、カスカスって言わないでください。そういや、ベソ書いてたのはカリンゴだった。ちょっと、その話はもうやめてよ。安心して、現実よ。ここまでいろんなことがあったね。同好会に戻ってきた時はこんな大舞台に立つことになるとは思いもしませんでした。カスミンは確信してましたよ。だからこそたった一人になっても部室を守ったんですから。私のお手紙を怪文書だと思って捨てちゃったのは誰だっけ。それはちょっと失敗しちゃっただけです。摂通の生徒会長解任事件も今となっては懐かしいよね。あの時は落ち込みもしましたが、結果的に良かったんだと思います。ありがとうございますと言っていいのでしょうか。いいんですよ、しおりこさんが生徒会長になってから学園が活気づきましたから。でもそう言えるのは今だからじゃないんですか。あの時は大変でしたよ。そうだね、しおりこちゃん、
同好会を廃部にしようとしてたしね。これも全部あなたが同好会をまとめてくれたおかげ、ミューズやアクアのみんなを集めてくれたおかげだよ。アイさん、スクールアイドルを始める前には想像もしていなかった景色が本当に見えちゃってる。こんなに楽しいなんて思わなかった。一つのことを本気でやるってこんなにも楽しいことなのね。あなたがいてくれるから私たちはバラバラにならないでいられるんです。ありがとうございます。こんなに楽しいこと教えてくれてありがとう。リナちゃんボードキラキラ。あれは私も悪かったから。それに私、あの経験があったからこそ自分がどんなにスクールアイドルが好きなのかが分かったし。そうそう、二人が喧嘩したからこそ歩のあんな生配信が見られたんだからね。あれには愛さん泣いたわ。愛、暗い愛だけに。もう愛ちゃんってば。あゆむちゃんにはお礼を言わなきゃ。そうですよね、あの時私たちみんなスクールアイドルフェスティバルを諦めていましたもんね。そんな私たちをもう一度まとめてくれたのはあゆむ、あなたよ。あれは生配信をやればいいってしおりこちゃんが。結相を変えてみんなに全部伝えたいと私に言ったのはどなたでしたっけ。私は上原さんの気持ちを伝えるための手伝いをしたまでです。もうやめて、恥ずかしいよ。はあ、歩むちゃんいい子いい子。かなたちゃん感動した。かなたさん、恥ずかしがることないじゃん。ねえしおっぴー。なぜそこで私に矛先を向けるのですか。そりゃもうしお子はかすみんたちの仲間だからだよ。それは明日も私をこき使うということですか。そういうわけじゃないこともないかな。明日もかすみんたちのこと助けてほしいし。ダメ。中須さんは意外と小心者なんですね。任せてください、明日は私も全力でサポートします。もうしおこってば脅かさないでよ。明日はみんな大忙しですね。ということはやはり今日はもう帰って明日に備えましょう。あ、私にも。え、カオルコさんってスクールアイドルフェスティバルの立ち上げメンバーだった人よね。おお、ならなおさら無様な姿は見せられない。難しい顔してどうしたの？もしかして緊張してる？今さら緊張しても仕方がないでしょ？ここまで来たらなるようにしかならないわよ。別に謝るようなことじゃないでしょ？もっと肩の力を抜いていこうよ。めったにできない経験なんだから、もっと楽しまなくっちゃもったいないわよ。
経験しても緊張はしちゃうよ。ルビーはすごくドキドキしてるよ。目を閉じて想像するの。この緊張の先を、この緊張が吹き飛んだ先の楽しいことを。あれは一度経験したらやめられないよね。ドキドキの後のキラキラだにゃ。我を心待ちにするリトルデーモンたちの歓声はいつ浴びても心地いいものだわ。今日のために頑張ってきたんだもの。努力の成果を発表できるのは純粋に嬉しいわ。それにライブで頑張った後のご飯は格別なんだよ。しかし今更ですが、ミューズやアクアを差し置いて私たちがオープニングアクトを務めていいのでしょうか。本当に今更ね。いいと思ったから任せるんでしょ。もっと胸を張りなさいよ。そうそう、どうせみんなの視線はカスミンが独り占めするんだから、しずこは難しいこと考えないでいつも通りにしていればいいよ。意気込みすぎてこけたりしないでよ。かすみちゃんならあるかも。りなちゃんボードじー、ないもん。ここから日本一可愛いスクールアイドル、かすみん伝説は始まるんだからね。かすみちゃんのずっこけ伝説ね。どんな伝説ですか。皆さん、泣いても笑っても間もなく開演ですわ。どうせなら笑いましょう。あふれる笑顔でいきますわよ。楽しみにしてくれてるみんなの顔を見たら、どんなに不安でも自然と笑顔になっちゃうよ。そうそう、スクールアイドルは笑顔が一番。その通り。ほら、スマイルスマイル、ニッコニッコニー。はい、に、ニッコニッコニー。声が小さい、もう一度、ニッコニッコニー、ニッコニッコニー。やればできるじゃない、その調子よ。いってらっしゃい。こんにちは。君が私にメールくれた子だよね。私はカオル子。会うのは初めてだね。本当にスクールアイドルフェスティバルが開催されるなんて驚いたよ。一旦終わりにしたものを立て直すなんて苦労したんじゃない。お疲れ様。そして今日は楽しませてもらうね。ところで、この学校の生徒会長ってどこにいるかわかる？生徒会室に行けば会えるのかな。ああ、うん。そのしおり子がどこにいるのか知りたいんだ。あれ？しおり子のやつ行ってないの。私は…って、しおり子が行ってないんだったら私も黙ってた方が面白いかな。まあ、知り合いだよ。いや、ここにいればそのうち会えるからいいよ。忙しいのに声をかけてごめん。じゃ、頑張って。あ、戻ってきた。ねえねえ、会場見た？人がいっぱいで驚いちゃった。来てよかったって思ってもらえるように頑張らないとね。さ、
そろそろ時間よ。行きましょう。頑張るじゃない。うん、客席から見てて。ついに始まるんですね。ええ、私の体温も上がっていくのを感じます。カオル子さんですか？そうですか、ちゃんと来たんだ。あ、始まりますよ。ミューズとアクアはどこって思ってる？大丈夫、ミューズもアクアも一緒だよ。みんなで踊っちゃうから。私たちはできたばかりの同好会で、ミューズやアクアに比べたら遠く及ばないけど、このイベントにかける意気込みだったら負けてない。だから私たちのことをじっくり観察して見定めてね。やる気満々、りなちゃんモード、うん、一生懸命頑張らせていただきます。きっとこのオープニングアクトが終わる頃にはかすみんの可愛さにキューンとなっちゃってるはずです。そこまでは言わないけど、名前だけでも覚えていってね。さあ、お祭り騒ぎをする準備はいいですか？スクールアイドルフェスティバル開幕です。すごい歓声。本当に良かったですね。おめでとうございます。大したことはしていませんよ。ボランティアを集めることができたら協力すると言い出したのは私ですし、お礼を言われるようなことではありません。学校説明会の時助けてもらいましたから、貸し借りなしということにしておいてください。そうしてほしいのでお願いします。しかし、こうしてスクールアイドルフェスティバルを開催できたのはまさに奇跡としか言いようがありません。私は1000人のボランティアを集めるなんて到底不可能だと思っていました。夢を語って感情に訴えてどうこうできる数字じゃないと思っていたんです。けれどあの日、上原さんの夢と思いが生配信を通じて大きな波となり、日本中のスクールアイドルファンに届きました。そして不可能を可能にしたのです。人の心を動かすには感情が、心が大切なのですね。人は機械ではない。正論をいくら振りかざしても心を動かすことはできないのだということを学ばせてもらいました。ええ、感動して熱いものがこみ上げてきました。そして私もあなた方と一緒に挑戦したい、このイベントをきちんと成功させたいと強く思ったんです。そうですね、それと同時に頭を殴られるような衝撃もありました。そんなに驚くことではありません。今の私には上原さんのように他人の気持ちを動かすような感動を生み出すことはできないと理解したのです。人の心を動かすことができる、
スクールアイドルってすごい。これがスクールアイドルなんですね。はい。え、何を言ってるのですか？無理です。ほんの少しの期間練習に参加しただけの私ではみんなの足を引っ張るだけ。あのステージに立っていいのはこれまで多くの汗を流しくじけることなく頑張ってきた人のみ。私ごときが立っていい場所ではありませんよ。この後もたくさんのスクールアイドルが出てきていろんなイベントを行います。ライブやゲーム、その他様々な趣向を凝らしたものばかりです。あちこちで開催されるから入り口で配ったマップを持って学園中を探検してよね。フードコーナーも充実してるから食べ歩きもおすすめだよ。試食してみたけど美味しすぎてびっくりしちゃった。皆さんルールを守って楽しんでくださいね。それじゃあ私たちは一度引っ込むけどまたすぐ会いましょう。ああ、かすみ、せっかくだからみんなでスローガン言いたいです。スローガン大事。りなちゃんボードキラリ。じゃあ行くよ、集え。みんなの夢さあ、どんどん盛り上がっていくよ。次のコーナーは何？スクールアイドルあれこれナンバーワン決定戦ですわ。スクールアイドルあれこれナンバーワン決定戦。はい、さまざまなお題で競い合いどちらがより優れているかを決めるコーナーです。なかなか面白そうだね。プライドをかけた名勝負が生まれそうな予感がするよ。ええ、間違いありませんわ。それでどんな勝負を見せてくれるの？第1回戦のお題はダンス対決です。ダンス対決ね。スクールアイドルらしい勝負だね。だけどどうやって勝敗を決めるわけ？勝敗を決めるのは観客の皆さんですわ。より優れたダンスをしたと思う方に盛大な拍手を。なるほどね、客席からの拍手の多い方が勝ちってわけだ。これは両者負けられないね。さあ、気になる対決者は？ミューズから綾瀬えりさん、虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会から浅香かりんさんです。ダンスに定評のある2人の対決、これは一瞬たりとも目が離せない。では両者前に。まさかまたカリンとダンス勝負をすることになるなんてね。私としては願ってもないシチュエーションだわ。エリちゃんに負けたおかげで一層練習に身が入るようになったのよ。それこそ一からステップを見直してより私という存在を表現できるようにね。あの時とは違うということね。楽しめそうだわ。だけど私もあの時とは違うわよ。あなたには悪いけど今回も勝たせてもらうわ。そう簡単に思い通りになるとは思わないでよね。早くもお互いを意識してバッチバチです。それではダンス対決スタートですわ。これは想像以上にレベルの高い勝負だね。どっちが勝ってもおかしくないよ。ええ、名勝負と言えますわね。確かにあの時とは違うみたいね。
どう楽しませるのか考えて踊っているのが見ていて分かったわ。あの時はもっと独りよがりなクオリティだけを意識したものだったのに、こんな短期間でまるで全然違う人間になったようだわ。思わず私も見とれちゃった。はあ、私が成長できたのはエリちゃんのおかげ。今日はその成果が出せて嬉しいわ。けどあれだけのダンスをして息を乱してないなんて、やっぱりエリちゃんはすごいわね。どっちも素晴らしいダンスだった。これはジャッジが難しい。でも勝負だから勝敗をはっきりさせないとね。エリさんの方が良かったと思う方、拍手をお願いします。うんうん、なるほどなるほど。じゃあカリンちゃんの方が良かったと思う人。これは若干カリンさんの方が多いでしょうか。ダンス対決はカリンちゃんの勝利。なんとかリベンジ成功ね。負けたわ。どれだけダンスに時間を費やしてきたか一目で分かった。あなたの勝ちよ。これで一勝一敗、まだ引き分けよ。次も負けないから。望むところだわ。それまでに私もダンスに磨きをかけておくわ。一回戦から手に汗を握る名勝負でしたわね。踊りたくなる衝動を抑えるのが大変だったよ。一回戦の熱気も冷めやらぬところですが、続けて二回戦を始めたいと思いますわ。二回戦の勝負は？いかなる状況でも冷静でいられるかを競う平常心対決ですわ。なるほど、スクールアイドルには度胸も大事だからね。どんな時でも取り乱さないハートの強さを測ろうってわけね。はい、こちらの対決の参加者には事前にお知らせしているので、相手を動揺させるための作戦も見どころですわ。それで今度は誰と誰の対決を見せてもらえるの？ミューズから東条のぞみさん、そして対戦相手は虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会から近衛かなたさん。前回の度胸対決では負けたけど、今回は勝たせてもらおうかな。ふんふんふん、今回もかなたちゃんは動揺なんてしないよ。かなたちゃん、ずいぶん余裕だね。それでは早速、二回戦始めですわ。かなちゃんには悪いけど、圧勝させてもらうね。何をしても、かなたちゃんには通じないよ。これを聞いても、同じことが言えるかな？スマホ？何を聞かせてくれるのかな。じゃ、再生するね。お姉ちゃんなんて大嫌い。はるかちゃん。嫌いってそんな。お姉ちゃん何かした？なんだろう、何をしたんだろう。おっと、これはお手本のような動揺。はるかちゃんに嫌われちゃったよ。どうしよう、どうしたらいいのかわからないよ。これにはさらに続きがあるんよ。ポチなんちゃって。いや、そんなの嘘だよ。いつも私のことを一番に考えてくれてありがとう。お姉ちゃん大好き。今日はお姉ちゃんがスクールアイドルフェスティバルで活躍するところ楽しみにしてるね。
んもはるかちゃんのこと大好きだよ。かなたちゃん頑張る。嘘と分かって一気に上機嫌。この切り替えの速さはチカと同じものを感じるね。さあ次はかなたさんの番です。ここでのぞみさんを動揺させることができなければ負けてしまいますわよ。はるかちゃん、いけない、いけない、平常心。かなたちゃんが用意したのはこれ。はい、読んで。手紙？一体誰からやろう？ってこれ、ミューズのみんなから。日頃言えないのぞみちゃんへの感謝の気持ちをみんなに書いてもらったんだ。こんなの反則やん。みるみるうちに顔が赤くなっていく。明らかに動揺してるね。ではこの勝負は引き分けですわね。勝てなかったけど幸せいっぱいだから悔しくないよ。うちも。この機会に勉強させていただきましょう。え？もうそんな時間？アイさん絶対見なきゃって思ってたんだよ。私も行きたい。リナちゃんボードキラキラ。私も行く。アクアのステージきっとすごいんだろうな。ねえ知ってる？チカちゃんたち今朝もお台場の浜辺でダンスの練習してたんだって。今朝も？そう、エマさんが早朝散歩の時に見たって言ってた。さすがだね。前沼津に行った時も早朝練習してるのを見たよね。アクアのフォーメーションダンスが息ぴったりなのも納得ですね。こういう積み重ねを大事にしているのでしょう。アクアがハクアの砂浜でフォーメーション練習なんちゃって。お台場の砂浜はハクアとは言えない。もう細かいことはなしなし。今まで練習で何度か見たことあったけど全然違った。やばい、本気のアクアだ。うん、すごいね。アクアすごすぎるよ。アクアのパフォーマンスがすごいのは当然ですが、お客さんの一体感もすごいですね。ここにいるみんなの心が一つになったみたい。私、興奮して鳥肌が立っちゃったよ。それ、私も言おうと思ってた。こんなところで見てられないよね。ねえ、隣の人がペンライトを貸してくれるって。こんなにたくさん、ありがとう。リナちゃんボード、ペコリン。
はい、こうなったら私の本気の応援をご覧に入れましょう。本気の応援って何？海ちゃん、本気って言ったら本気だよ。全力で行くぞ。おお、小鳥ちゃん、私たちも負けてられないよ。アイさん、ミューズのステージの時もめっちゃ応援するから見つけてね。私だって道学のみんなのステージ全部大きな声出しちゃうから。嬉しい、リナちゃんボード、ポッポッポ。ただいま。お昼買ってきたわよ。マキちゃん遅いにゃ。待ちくたびれてお腹ペコペコだよ。ごめんごめん、いっぱい買ってきたからたくさん食べてね。もしかして迷子になってしまいましたか？虹ヶ崎って広いから迷いやすいもんね。カスミンたちが行けばよかったかな。迷子になんてなってないわよ。それじゃあどうして遅くなったの？ファンの子に話しかけられて握手をしてたら遅くなったのよ。握手ってそんなに時間かかる？つまり相手は一人じゃないってことね。どのくらいの人と握手してきたの？何人かはわからないけど100人くらい？そんなもんかな。わかんないけど。エクセレント！二人とも大人気ね。くぬぬぬ。カスミンだって、カスミンだって話しかけられたし。15人だけど、そのみんなといっぱいお話もしたもん。嬉しそうだったよね、かすみさん。嬉しいに決まってるよ。だってかすみんのこと可愛いって言ってくれる人たちだし。こっちもマキちゃんと屋台に並んでたら人だかりができちゃってさ。やっぱり目立つよね、マキちゃん。私ばっかり囲まれたみたいに言うけど、ヨウだって似たようなものだったでしょ？そんなことないよ。さすがリトルデーモン、私に次ぐカリスマの持ち主ね。でもさすがにそんなにたくさん握手をしたんじゃ疲れちゃったんじゃない？え？それは別に、せっかく来てくれたんだから楽しんで行ってもらいたいじゃない。握手で喜んでもらえるなら安いものでしょう。さすがマキちゃん、優しいにゃ。別に普通でしょ。リンだったらどうするのよ。リンも握手する。嬉しくてブンブン振っちゃうかも。ブンブン振るのはやめなさいね。とにかくご飯食べよう。ステージで動き回ったからお腹空いちゃったよ。
そうね。それじゃあいただきましょう。うわぁ、いっぱい買ってきたって言ってたけど本当にすごい量ね。テーブルに乗るかしら。いやどれも美味しそうに見えてつい買いすぎちゃった。せっかくのイベントなんだし、どうせなら全制覇したいにゃ。それにしても多すぎるでしょ。この後も出番があるんだから、こんなに食べられないわよ。買ってしまったものは仕方がないわ。余ったら持って帰ればいいんじゃない？やっぱりシャイニの存在感はすごいですね。これだけたくさんの料理が並んでるのに嫌でも目につきます。イエース！そうでしょう、そうでしょう。見るものを引きつける究極の料理なの。ちなみにこれはスクーアイルオフェスティバル用にアレンジを加えたシャイニーフェスティバルよ。見たものを魅了する料理という意味なら、私の打天使の舞も負けていないわよ。お、チカさんのみかんご飯美味しいにゃ。本当？うん、これならいくらでも食べられるよ。騙されたと思って食べてみて。騙さないでよ。美味しいよね。美味しい。これ美味しいよ。嘘みたい。ほら、しずこも食べてみて。ちょっと色が怖いな。疑ってごめん、かすみさん。美味しい。でしょ？最初は私もびっくりしたんだけどね。見てびっくり、食べたら美味しくてびっくりということですね。うわ、何これ。ちょっとこっちの料理も美味しいわよ。それってカナタのハンバーグカレー？本当だ。何これ、どうしてこんなに美味しいの？特別な見た目をしているわけじゃないのに、スプーンが止まらないわ。本当に料理がうまい人の料理って感じね。口の中に肉汁が広がって、舌がとろけちゃいそう。どれも美味しいわね。来てくれた人たちも喜んでくれてるんじゃないかしら。美味しいものを食べて、ステージやイベントも盛りだくさん。最高のイベントですね。私はスクールアイドルフェスティバルに参加することができて幸せです。今日の経験は間違いなくこれからの人生に役立つことでしょう。険しい道のりだったけど、頑張った甲斐があるわね。ええ、中でも特にあの子が頑張ってくれたからだわ。感謝しなきゃね。そうですね。さすがカスミンの先輩です。自分の持っている大好きをぶつけ合うんですね。こんなの私の圧勝じゃない。スクールアイドルを語らせたら、ニコの右に出る者はいないわよ。私だってスクールアイドルのことなら負けないよ。ルビーだって自信あるもん。私も
登場するものよ。それじゃあエマさんから。はーい、私はミューズの星空リンちゃんをプレゼンします。いつも元気いっぱいに飛び跳ねてて、見ているだけで笑顔になっちゃうんだよね。うんうん、わかる。ぴょんぴょんしてるリンちゃんを見ると、なんだか故郷のスイスで飼ってた子ヤギのネーベちゃんを思い出すんだ。えっ、思わずキューって抱きしめたくなっちゃう。抱きしめたいときはちゃんとリンちゃんに言うね。リンさんといえば並外れた身体能力ですよね。あれは元々の素質なのでしょうか。そう、リンちゃんのダンスはすごいんだよ。ダンスの基本はリズム感とバランス感覚、つまり体幹を鍛えることね。リンの場合はもともと運動が得意っていうこともあるけど、もちろん日々の練習の賜物でしょうね。体幹か、これから意識してやってみる。なんだかみんなリンちゃん推しってことでいいのかな。リンちゃんはすごいもん。花代ちゃんは本当にリンちゃんが好きなんだね。じゃあ次は誰がプレゼンする？私いいでしょうか。好きなスクールアイドルをあげたらキリがありませんが、中でもやはりミューズとアクアは別格です。ちょっと、私たちがいるからって無理に持ち上げなくていいのよ。いいえ、純粋にそう思うんです。2つのグループがすごいのはもちろん最初から分かっていました。その上でスクールアイドルフェスティバルを開催するため共に行動するようになって、多くのことを学ばせてもらいました。歌やダンスはもちろん、練習方法やスクールアイドルとしての心がけなど、あげればそれこそキリがなくて、今こうして同じステージに立てていることが未だに信じられないほどとても光栄です。追いつけ追い越せの精神でこれからも励みたいと思います。思いのほかガチね、あんた。光栄です。そんな風に言われると照れくさいずら。マルたち、そんなに褒めてもらえるようなことは。うん、目標にされるほど立派じゃないと思うけど、でも、せつなさんにそんな風に言ってもらえるのはすっごく嬉しいな。では、次にルビーちゃん、どうぞ。ルビーが一番好きなスクールアイドルはお姉ちゃんです。頭が良くて美人で責任感があって、あんな風になれたらいいなって思ってます。スクールアイドルっていうより姉自慢。あとアクアのみんな以外ならやっぱりセイントスノーです。セイントスノー、セイラさんとリアちゃんのダンスパフォーマンスは本当にすごいずら。うんうん、リアちゃんの運動神経もすごいんだよ。あ、スクールアイドルのこととは関係ないんだけど、二人のうちは甘味どころで北海道の美味しいものを知り尽くしてるんずら。うん、外に出てるお店で和菓子の屋台があるでしょ。そこのメニューの相談にも乗ってくれたんだ。仲がいいんだね。私、セイラさんとはよく電話するんだ。でも、仲がいいと言ったらルビーちゃんとリアちゃんだよね。
ちゃんとはいろんな話をしたんだ。リアちゃんと話してると気づくことも多いし、刺激もいっぱいもらってます。だからリアちゃんに笑われないようにルビーも頑張らないとって心がけてます。高め合える友達がいるっていいよね。それじゃ真打ち、ニコさんどうぞ。やっぱり一番影響を受けたのはアライズね。歌もダンスも完成度が高くて、他のグループより頭5つは抜けてるもの。初めて見た時の衝撃は今でも忘れないわ。こんなスクールアイドルがいるんだってね。でも一番好きなスクールアイドルって話になるなら、もちろんミューズよ。私をスクールアイドルにしてくれたグループなんだから当然でしょ。だからその恩を返すためにも私が引っ張っていかないとね。おー、やっぱり自分のグループは特別なんだね。チカはどうなのよ。私はチカさん、私とニコちゃんの顔に何かついてる？私もミューズ愛語ってもいい？せつなちゃんよりもすごいことになるかもしれないんだけど。いや、今日はもうお腹いっぱいよ。あー、そんな。なるほど、そんなことが。ありがとうございます、結城さん。私の方で対応できると思います。さすがにこれだけの人が集まると問題が後を絶ちませんね。ええ、でもボランティアの方々がしっかりと働いてくれているから、この程度で収まっているのでしょう。その通りですね。しかしあなたまで私に付き合って裏方の仕事をしなくてもいいのですよ。なんだかじっとしていられなくて。ステージもこなしてきているのです。疲れているのではないですか？もう大丈夫ですから、出番まで休んでいてください。それが疲れとかは全然ないんですよ。むしろ自分でもなんでって思うくらい力が湧いてくるんです。それにここまで頑張ってきたことの成果をこの目で確かめたいんです。それでもご迷惑でしょうか？迷惑だなんてとんでもない。私としては結城さんが前生徒会長の目線からしてくれるアドバイスに助けられています。そういうことならぜひ見回りに付き合ってほしいです。ありがとうございます。ぜひ。しおりこさんから見てスクールアイドルフェスティバルはどう映っていますか？とても素晴らしいと思います。すれ違う人がみんな楽しそうにしていますから。それに虹ヶ崎の生徒が中心になってボランティアもうまく機能しています。今何をしてこの後何を優先すべきか、生徒たちが考え選択し率先して行動している。でもどの生徒もとっても楽しそうに見えますよね。ええ、このイベントは虹ヶ崎学園としても最高の学園祭になっているということです。学園全体で積極的にイベントを盛り上げ、楽しそうにしている姿を目にするのは嬉しいものです。正直ここまでうまくいくとは思いませんでした。人の熱意というものを私は過小評価していたと反省しています。私、しおりこさんの熱意もかなりのものだと思うんですけど。え、私です
ですか？はい、そうでなければいくら約束をしたから生徒会長だからといってここまで力を尽くしてくれないと思います。やっぱりしおり子さんはすごいです。な、何なんですか唐突に。私、しおり子さんが私に生徒会長を辞めろって言ってくれたことに感謝しているんです。あなたには私の大好きのありかを見透かされていました。学園のためはもちろん私のためを思って言ってくれたことですよね。しおり子さんは自分以外の人の幸せについてこれほど真剣に考えられる情熱を持った方なんです。そんなあなたならみんなをいい方向に導いてくれるに違いありません。ありがたい言葉ですし、そうあるように努めているつもりではありますが、過大評価ですよ。そんなことないです。今さら私がこんなことを言うのは問題があるのかもしれないですけど、結城さんがあのまま生徒会長をしていてもこの学園は素晴らしい場所であったと思います。あなたが提案したアプリを作ったおかげで今回の運営もスムーズに行えていますから、この発想は私にはないものでした。ありがとうございます。それでもやっぱり私よりしおり子さんの方がふさわしいです。結城さん、あなたに言ってもらえると本当に嬉しいです。後を継いだものとしてご期待に背くことのないよう頑張ります。はい。あ、でもこれからも何かあったら私たちにお手伝いさせてくださいね。私たちもしおり子さんにはお願いしちゃいますから。抜け目がないんですね、結城さん。あ、結城さん、そろそろ次のステージの時間が迫ってきているのでは？あ、本当だ。ありがとうございます、しおり子さん。私、頑張ってきますね。はい、私も応援に行きます。あー、いたいた。やっと見つけた。久しぶりね、しおり子。あ、なーに、実の姉の顔を忘れたなんて言わないわよね。姉さん、どうしてここに？そりゃあ過去に関わっていたものとして後輩たちが引き継いでくれたものがどんなのか見たいじゃん。それに昨日ちゃんとメールしたでしょ、会いに行くって。返事もくれないんだもん。お姉ちゃん寂しかったな。それにしてもあんたがスクールアイドルフェスティバルの運営の手伝いをするなんてね。スクールアイドル嫌いなんじゃなかったっけ？そうですね、嫌いでした、とても。そうよね、スクールアイドルは無駄の象徴だっけ。それはどんな風に考えてるか当ててあげよっか。適正に見合う生き方をしていれば安泰な御船の跡取りだった私が何もかも失ったのは、スクールアイドルに、スクールアイドルフェスティバルに入れ込みすぎたから。うん、あんたはずっとそう思ってたんだよね。思っていました。そしてそんな風に失敗してしまう人をもう見たくなかった。そのために生徒会長として生徒の皆さんの適性を何より大事にしてきました。みんなの笑顔が見たかったんです。うん、そうだね。でも姉さんは失敗なんかしてなかった、そう決めつけていたのは私なんです。今さらですが姉さんの言っていたことは。言いたいことはわかるよ、しおり子。この学園全体を巻き込んだスクールアイドルフェスティバルを見ればね、あんたの考えを動かす
とびきり素敵なことがあったってことだ。ええ、私のやり方ではこんなにたくさんの人たちを笑顔にすることはできませんでした。それができるスクールアイドルのことは素直にすごいと思っています。それが分かったことは嬉しいです。そして今の私はスクールアイドルが好きで応援する一人です。応援する一人そういうところは相変わらず昔のままね。昔のまま？スクールアイドルが持つ魅力に惹かれてるのに自分でやりたいとは思わなかったの？それは、私は裏方に徹する方が適正に合ってますし、立派にこなせる自信があります。それに私は歌もダンスも上手くない。だから私には向いていないと思うので。その何でも理屈に収めちゃう癖のことを昔のままって言ったのよ。理屈で考えることが悪いとは言わないよ。でもたまにそのせいで肝心なものが見えなくなるんだよね。歌やダンスが上手いことだけがスクールアイドルの魅力？そんなものより胸に来るものがあったからあんたの心は動いたんじゃないの？あんたの中に芽生えた気持ちはないの？芽生えた気持ち？確かにあんたが裏方にいればみんなは安心すると思う。あんただってそのことに満足できると思う。でもしおり子、もっとあんた自身がワクワクできる選択だってあるんじゃない？姉さんは私にスクールアイドルになりたいと言わせたいのでしょうが、やっぱり私には足りていないものが多すぎると思います。足りてない？歌唱力とかダンスのセンスとかの話？いえ、その何と言いますか、皆さんスクールアイドルにとても真剣に取り組んでいるんです。好きという気持ちだけではなく信念のようなものを感じるんです。あんたってはもう本当に真面目。けどいい言葉だね、スクールアイドルの信念か。確かにスクールアイドルはミューズもアクアもそれに虹学の子たちもあんたの言う信念ってのを持ってると思うよ。で、あんたも同じものを持っていると私は思うんだけどね。私がですか？そんな。私はさ、スクールアイドルに対する愛だけは誰にも負けないって自信があるんだ。だから自分と同じ気持ちでいる人のことはすぐわかる。そんな私からするとスクールアイドルには信念があるなんて言えちゃう人が憧れだけで収まるとは思えない。裏方も悪くないけど、スクールアイドルでなきゃ得られないものが必ずあって、あんたはそれを欲してるとお姉ちゃんは思うわけよ。まあもう少しだけ悩めばいい。あんたがスクールアイドルから学んだことを思い出しながらさ。それ以上に楽しかったな。うん、ルビーまだドキドキしてる。興奮して今日は眠れないかも。お姉ちゃん一緒に寝てもいい？仕方がありませんわね、今日だけですわよ。ありがとう。今日は刺激的ないい経験ができたわ。
おかげで新しい曲のイメージが湧いたもの。私も帰ったら早速譜面に起こさなきゃ。ミューズとアクアの新曲楽しみ。リナちゃんボードワクワク。ここまで大変だったけど終わるのは一瞬ね。楽しい時間はあっという間に過ぎるっていうしね。それだけ楽しかったってことでしょ。本当に楽しかったね。こんなに楽しいことなら何度でもやってみたい。大規模なイベント運営も経験したし、次はもっとうまくやれる自信があるわ。おーん、やる気満々だね。皆さん、大変です。びっくりした。そんなに慌ててどうしたの？皆さんが下がった後もお客さんが全然帰らないんです。アンコールの声がすごくて。ほら、ここまで聞こえていますよ。みんなそんなにカスミンを心待ちにしてるんですか？まあ当然ですけどね。リトルデーモンたちの願いを叶えるのも打天使の使命。その魂の叫びに応えてあげるわ。そこまで言われちゃ仕方がないわね。何を歌ったらいいでしょうか？そりゃやっぱりときめきランナーズじゃない？それしかないよ。よし、張り切っていくにゃ。じゃあ行こっか。あ、ちょっと待って。どうしたの？ねえ、しおりこちゃんも出ようよ。私たちと一緒に歌おう。え、唐突に何を言い出すんですか？私やっぱりしおりこちゃんと一緒にやりたい。上原さん、おかしなことを言ってないで、早く会場の皆さんに顔を見せてあげてください。おかしなことじゃないよね。一緒にやろう。そんなことを言われても私は。もう、しおこも一緒に行くの。だね。愛さんたちと一緒に練習した日々を忘れたとは言わせないぞ。そうだよ。それに今日こんなに素敵なイベントができたのはしおりこちゃんの協力あってこそだもん。みんなに紹介させて。エマの言う通りね。これだけ協力してくれたこのことを紹介しないわけにはいかないわよ。いやー、あゆむちゃんが言ってくれなかったらかなたちゃんが言ってたよ。できかねます。 あくまでも私は裏方です。表に出るべきではありません。スクールアイドルフェスティバルはみんなで作るみんなの夢。表も裏もないよ。一緒に練習してたから振り付けとか全部覚えてるでしょ？覚えてはいますけど、でも私は。しおりこちゃんはみんなのこと笑顔にしたいんだよね。はい。だったら一緒にステージに立ってみんなのことを笑顔にしちゃおうよ。でも私には向いていませんから。向いてる向いてないじゃないんだよ、しおりこちゃん。大切なのはやりたいかどうか。やりたいって気持ちがあるんだったらその気持ちに嘘をついても辛いだけ。しおりこちゃん、私にそう言ってくれたよね。だから一緒にやろうよ。しおりこちゃんのやりたいことを、夢を、私たちと一緒に叶えよう。ですが。その気持ちだけを。はあ、分かっているつもりでしたが
皆さんは推しが強すぎます。でもありがとうございます。そうですね、皆さんが、そして姉さんが認めてくれた私の中の気持ち、信じてみようと思います。私やってみたい。私も一緒にステージに立ちたいです。よろしくお願いします。やっと言ってくれたね、しおりこちゃん。スクールアイドルは楽しいから、一度やったらやめられないよ。覚悟しておいてね。こらこら、いきなり脅かさない。虹学にまた一人有望なスクールアイドルが増えましたね。まあ、私にはかなわないでしょうけどね。どうかしら、すぐに追いつかれたりして。ちょっと何言ってるのよ。さあ行くよ、しおりこちゃん。はい、もちろん。ボランティアで集まってくださった方々のおかげですね。皆さん献身的に動いてくださって。それはしおりこちゃんの事前準備とか指示出しが正確だったからっていうのもあると思うよ。歩の言う通りね。イベント前のミーティングでしおりこちゃんがボランティアのみんなにしたスピーチ、あれでより一層気合が入ったと思うわ。ここに集まっているのは、誰もがスクールアイドルを愛している人たちです。この共通の思いが生み出す最高の時間を、共に作り上げましょう。そして、叶えましょう。みんなの夢を。はい、かすみもじーっとしました。しおこってば、結構スクールアイドルフェスティバルに熱いものを持ってたんだなって分かりましたもん。やめてください。あれは自分でも少し熱が入りすぎてしまったと思っているんです。熱くなるのはそんな風に恥ずかしがることじゃないですよ。しおりこさんの言葉で私たちも気合が入ったんですから。そうだね、本当にありがとう、しおりこちゃん。私の方こそ、私を迎え入れてくださって、ありがとうございました。
こちらこそ。改めてよろしくね、しおりこちゃん。ねえ、本当に楽しかったね。またやりたい。りなちゃんボードキラキラ。もちろんです。またここ虹ヶ崎学園で今回のものよりもっともっとパワーアップさせたイベントがしたいです。あなたも頑張ってくるんだもん。私たちだってちゃんと頑張るよ。そうも言ってられないわよ。だって出発まであと何日もないでしょ。かなたちゃん、音楽家の子に短期海外留学があるなんて知らなかったよ。2ヶ月も行ってしまうなんて長いです。かすみん、次のステージのこと先輩に相談したかったのに。私もやってみたいことがたくさんあるからあなたに相談したかったな。謝んなくていいよ。だって音楽家の年間行事なんでしょ。うん、それに辛いのはあなたも同じはずだよね。ほら、部長も辛いって言ってるんだから。私たちは笑顔で見送らなきゃよ、歩む。うん、わかってる。私たち待ってるから気をつけて行ってきてね。はい、楽しみにしています。先輩がいない間もかすみいっぱい練習頑張ります。先輩が帰ってきたらびっくりしちゃうくらい成長してみせますね。お、しずくがいいこと言ったね。みんな、我らが部長が成長して帰ってきてくれるんなら、しずくの言う通り愛さんたちも成長したけどね。ええ、そうね、その通りだわ。かなたちゃん、お昼寝を我慢して勉強も練習も頑張るよ。かなたちゃんが寝そうになったら起こしてあげるね。優しくお願いします。うん、それがいいと思う。私たちみんなで頑張るからね、しおりこちゃん。はい、あなたが戻ってくるまでに私もスクールアイドルとしてしっかりと研鑽を積みたいと思います。みんなの気持ちが一つになったところで、もう一度乾杯をしませんか。先輩の壮行会ですね。はいはい、みんなコップを持って。我らが部長の短期留学の成功を祈って。起きてた。今日はごめんなさい。短期海外留学は音楽家の人はみんな行かなきゃいけないものなんだってことは分かってるの。ちゃんと分かってるんだけど、あなたと2ヶ月も離れるなんて初めてだから心の整理がつかなくて。でも、ちゃんと言わせて。2ヶ月間頑張ってきて。あなたらしくいればきっとどんなことがあっても大丈夫だよ。
そしてその間、私も頑張る。帰ってきたあなたがびっくりするぐらい成長してるって約束するよ。いってらっしゃい。